野口です。はい、今回はですね、大阪府が医療非常事態宣言を出すということで、それについて思ったのは、医療非常事態って何？って思ってしまいましたね。まあ、それよりも緊急事態宣言をね、出した方がいいんじゃないかなって思ったんですがね。そしてそうですね、やっぱり思ったのは、あと、もうワクチンのね、接種をね、もう早めるとかね、そういった基準を出した方がいいんじゃないかなって思いましたね。まあ、はっきり言ってね、まあ、ちょっと新聞、ちょっとね、記事を読んでみますとね、まあ、読んでみようかなと思ったんですけど、長いですね、これ。まあ、とにかくですね、もう早くこのコロナがね、もう本当、収まることだけをね、本当願ってますよ。まあでも、冒頭で言いましたけど、医療非常事態宣言って、ね、医療非常事態っていうのは何かなって本当、疑問に思ってしまいましたね。はい、今回はそういった疑問に思ったことをね、動画にしてみました。はい、どうもご視聴ありがとうございました。